国際連合信託統治理事会は国際連合の主要機関の一つ、国際連合憲章第13章に規定されている。信託とは信用して一定の目的に従って財産の管理、処分を任せることである。そのために信託統治理事会とは国際連合を信用して連合国がある地域の財産の管理、処分のあり方を決めるための機関であると言える。 1994年、最後の信託統治地域であったパラオが独立を果たしたため、ほぼ業務を終了した。今後は、必要があるときに会議が開かれるとされている。信託統治理事会は、信託統治地域の姿勢を行う、加盟国国連憲章第23条に名を掲げる、加盟国で、信託統治地域の姿勢を行っていない。 モノ国際連合総会によって3年の任期で選挙されるその他の加盟国よりなる。新宅統治理事会は任務遂行にあたって次のことを行うことができるとされている。市政権者の提出する報告を審議すること請願を受理し、かつ市政権者と協議して、これを審査すること市政権者と協定する時期に、それぞれの新宅統治地域の定期視察を行わせる。 こと信託統治協定の条項に従って、前期の行動その他の行動をとることまた、信託統治理事会は、各信託統治地域の住民の政治的、経済的、社会的及び教育的進歩に関する質問書を作成しなければならないこととされ、各信託統治地域の市政権者は、この質問書に基づいて、総会に年次報告を提出しなければならないとされている。 新宅統治理事会の各理事国は一国につき一個の投票権を有し、理事会の決定は出席し、かつ投票する理事国の多数決によって評決される。新宅統治理事会はデンマークの建築家フィンユールにより設計された。フィンユールは主に家具デザイナーとして知られるが、家具と空間の相互作用を熟知する建築家としても評価された先駆者であった。また、 デザイナーとしてデンマークのデザインの変革期において重要な役割を果たした。1940年代にはユールの製作したいくつかの家具によりデンマークはデザイン分野の先進国とみなされるようになり、1950年代にはニューヨーク国連本部の新宅統治理事会会議場を設計してアメリカにおいて名声を得た。会議場は 全体としての完成度が有名な作品であり、色鮮やかな天井の照明、カーテン、壁板、カーペット、ランプ、椅子まで、すべてフィンユール自身がデザインしたものである。新宅統治理事会は、議長を選定する方法を含む、その手続き規則を採択し、理事会は、その規則に従って必要がある時に開かれる。また、この規則は、理事国の過半数の要請による、 会議招集の規定を含まなければならないとしている。また、信託統治理事会は必要な場合には経済社会理事会や国連の専門機関がそれぞれ関係している事項について両者の援助を利用することができるものとされている。ありがとうございます。